えー、皆さん、明けましておめでとうございます。おっさんチャンネルのゆうきちです。今回はですね、あの、僕がですね、この1年間過ごしました実家の子供部屋からですね、あの、動画を撮っています。まあ,あのね、本当に簡易的な動画なんですが、皆さんにですね、この1月1日、今はね、もう夕方なんですけど、あの、ご挨拶をね、したいなと思いまして、動画を撮っています。皆様、明けましておめでとうございます。 今年はですね、あの、2021年、あの、2020年がね、まあ、あんなことになってしまいまして、で、まあ、いろいろとね、あの、僕は個人的にはですね、やっぱり身動きが取れなくなったっていうのは、基本的にあの、10年期間というかね、いろいろ仕込む時間だなと僕は考えていて、2020年の間にですね、まあ、本当にいろんなところからお引き合いいただきまして、あの、いろんなことをね、あの、進めることができました。 あの、タックさんというね、音楽家との出会いもあって、自分でね、あの、音楽を作れたりとか。あとはね、そのおっさんチャンネルでもですね、あの、石のみチャンネルというところですね、Y 先生と海外のね、ヨーロッパ在住の医学博士 Y 先生とですね、もうあの、緊急事態宣言の間、毎日ずっと、一日も欠かさずライブをやってですね、皆さんと一緒に時間が共有できたりとか、いろんなね、自分なりのですね、達成がたくさんできたなと。 考えています。2021年はですね、僕の中では、あの、コロナの拡大とともにですね、あの、進んでいく、日本社会がね、どんどん進んでいかなければいけない年だなとは思っていて、まあ、オリンピックもね、ちょっとできるかどうかはわかんないですけど、こう、2020年、僕はね、結構社会っていうのは強いなと思ってて、2020年、これはですね、停滞の年だったとは思うんですけど、決して社会、 としては無駄になってないと僕は感じてまして、僕の周りでもですね、いろんな人がいろんなことを考えていろいろ準備していると思うんですね。で、2021年その準備してきたことが、まあどん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 こう社会に還元されていって、いろんな可能性がね、どんどん生まれてくる年に、ね、なるんじゃないかと、まあ新年ね、いろんな方に挨拶をしていて、 思うわけです、あのー。僕ね、新年の挨拶、あの、年賀状はあんま書かないんですけど、あの、LINE とかね、メールとかで、いろんな方に連絡取ると思いますのでですね、ぜひ、あの、返信していただけると <laughs>、嬉しいです、ね。いろんなね、方と話をしながら、もうね、次の作戦。 次のね、あの、アフターコロナに向けての、あの、戦略をたくさん取っていきたいと思います。おっさんチャンネルとしてもですね、あの、僕はいろいろ、まあ、あの、展開は考えていまして、あのー、まだね、発表できてないんですけど、あのー、皆さんをね、あっと言わせるようなことを、 たくさん仕込んでますので、ぜひですね、あの、ご期待していただければと思います。島田のおっさんやクリリもですね、あの、今や元気がいっぱいで、あの、一生懸命ね、あの、あちこち、あの、出かけたりとか、あの、いろんなね、ことを手掛けながら、もう必死になって頑張ってますので、ぜひですね、あの、2021年もね、このおっさんチャンネルの飛躍を楽しみにしていただければなと思います。 こうね、今は、あの、ちょっと自粛が呼びかけられているので、あの、いつも通り家族でね、あの、初詣とかも行けてない状態なんですけれども、皆さんね、あの、正月はゆっくりしていただいて、もうエネルギーを貯めてね、あの、いろんなことをね、進めていきましょう。というわけで、おっさんチャンネルのゆうきでした。今年もよろしくお願いいたします。さようなら。